夢中でシャッターを切った。その屈託のない笑顔に心躍らされ引き込まれていった感覚を今も鮮明に覚えている2014年ソチ、冬季オリンピック男子シングルのフラワーセレモニー表彰台の最も高い位置に立った19歳の羽生結弦選手は「シン・ゴリン王者誕生に沸く会場の声援にあどけない表情で応えていた」 ソチゴリンゴ私は更新に道を譲る形で冬季スポーツの担当から外れた5年からライフワークとさえ思ってきたフィギュアスケート撮影がもうできない組織人として理解できても一個人としては納得できなかった取れない苦しみから逃れるためにできるだけフィギュアを視界から遠ざけた 4年後のぴょんちゃん五輪で現地から送られてくる写真をインターネット上に速報する責任者に任じられた内勤とはいえ再びフィギュアに関われる喜びと同時に逃げていた歳月が不安となり押し寄せた目を背けていても報道されるニュースは耳に入る前人未到史上最高、不屈、進化様々な言葉から 羽生結弦選手が新しい道を切り開いていることは知っていたピョンチャン五輪開幕までのわずかな時間空白の4年間に撮られた写真を探したその中で驚愕した事実があるそれは羽生結弦選手がフィギュアスケート撮影の世界を一変させていたことだった背面からのアングルやシルエットさえ絵にする羽生結弦選手の表現力は スポーツ写真の枠を超えて芸術性に特化したかのような新しい世界を生み出した。それまで、特に新聞においては、何より顔がしっかり見えることや、全身が入った写真を求められることが多かったのだ。さらに記者会見や公式練習など演技以外の写真も私が知るものとは一線を画していた。それは、 羽生結弦るという人間性を感じさせる振る舞いや仕草を捉えた写真の数々だ。報道陣への気配りや大会関係者への誠実な対応。他の選手とのやり取りや敬意を見せる姿も写真として大きな力を持っていた。競技会1回で千編万化の絵が生まれる。言い換えれば、羽生結弦る選手が見えている限り、 そこはどこでもフォトグラファーにとって勝負の現場となる写真集や出版物放映はそち後に飛躍的に増えその流れは今も広がる一方だ今回改めて自身が撮影したそち五輪の写真を見返したそこには体が勝手に反応してまるで 撮らされたと思えるような仕草や表情を捉えた写真が数多くあった今に続く羽生結弦の魅力は当時から変わらず宿していたんだと気付かされた14歳の寺田心ぐっと大人びた姿とハイスペックぶりを披露イケメンぶりに綾野がおっぽいの声も子役出身の俳優寺田心さんが9月12日放送の 喋りセブン、日本テレビ系に出演。14歳になった姿が、モテそう、綾野のっぽいと反響を呼びました。スーツ姿で登場した、寺田さんは、小学6年生の2年前に、同番組へ出演した時と比べて25センチも、身長が、伸び、ぐっと大人びた印象に、 お笑いトリオ、シェプチューンの原田大蔵さんが、こちらにこの雰囲気と驚く一方で、お笑いコンビ、チュートリアルの得義吉根さんは、マジか。俺、一瞬別れへんかった、下手したら、若手衆院議員みたいな雰囲気と、その成長ぶりに、驚きの反応を示しました。身長がなぜ伸びたのかという質問に、寺田さんは、 中学生に入ってバスケ部に入りまして最近自主練習もしてたりしてそれで伸びたかなと思っていますと説明し腕の力こぶを作った写真を披露また最近声が低くなってディッシュさ3の猫が歌いやすくなったと声変わりしたことも明かし音楽教室に通って練習しているバイオリンと フルートの演奏中の写真も公開。さらに、アカペラで猫も熱唱しました。その他、自社仏閣巡りやスイーツ作りの趣味も紹介し、クッキー作りの様子の動画を公開。見事な出来栄えの手作りケーキを有田さんへプレゼントしました。ツイッターでは放送開始直後から、 寺田さんの身長や声の様変わりぶりに驚く声が見られ、ルックスについてもイケメン、モテそうとは第二、また、綾野剛さんや羽生結弦さんなどに似ているという声も見られました。